うわーっていうのから冷たい視線に変わっていく <laughs> 政権交代はできたでもその後はめちゃくちゃやったアメリカ大統領選挙で、まあ、オバマ大統領ってなんか変化の象徴みたいな大統領が誕生して、うん、それが民主党、まあ、あの別にオバマ大統領がいなくても政権交代したとは思うんですけれどもなんか影響って感じました追い風みたいなものは民主党に対する。まあ、あの時はその、まあ 影響あったかもししれませんし分析はしてないですけどもなんかいずれは政権交代が起きるんだろうというような感じでしたね、まあ、リーマン・ショックもあったですけども、まあ、結局その一度変えないかんというそういうモメンタムになっていてこんな言い方するとあの大変に聞こえるかもしれませんが選挙っていうのは一回一回大変なんですけども。 本当に行き交う車が全部手を振ってくれるというようなあんなムーブメントはないなっていうぐらいの選挙をさせていただきました、ねまあまあその逆もあるので先ほど馬場代表が言われたように郵政選挙の時に小泉郵政選挙2005年ですかねで2 0 0 0年に初めて小選挙で当選させていただいて,て当選をまあ重ねることができ始めた頃 で変わりなくやってたら大丈夫だとこう思ってたんですけどもそれこそ先ほどの話堺の市長選挙と同じですけども残り1週間で並ばれたんですよ新人に、うん。並ばれてでそれまでは新人の応援とか言ってたんですけどももう自分の選挙区にもうべたりです、うんうん、だってもう並ばれたもうとにかく。それで、えー、必死にやって で、反応悪くないんですよ。うん、でも、あの。北岡千春さんってね、深井議員さんが。あの、よくご存知の。うん、北岡さん。日本<あ>、はい、のお母ちゃんみたいな。はい、はい、あの。はい、はい、北岡さんが。相手候補の。街戦車の後ろ走ってくらったんですよ。うん、むちゃくちゃ反応いいですよって。うん。では、うん、うん、こっちも反応はいいけども。もう、その、有線の時の自民党の反応も良くて,て。結局。蓋を開けたら、勝たせてもらったんですけども、四千五百票差。 まででしかもですねあの産業政区あるんですよで一番有権者数が小さいあの少ないのは東山区っていうところでそこから空いて次山下区が空いてそして一番代表での作業が来るんですけども東山と山下に負けてるわけですよあらはい忘れますね恐れます忘れますそれで作業で代表で逆転してでも四千五百票差党格、うん、が出たのが十二時前ですよ。 もう生きた心ちしなかったですねだから選挙というのは怖いもんだっていうふうに私は思いましたねちょっと次のテーマにいかしていただい今のそんな終わり方でいいの今のテーマは落ちないけど今ここ東京なんで落ちはこのままちょっと政権交代の話にいければと思うで政権を取って新しい政治改革政治をやるんだということで両代表とも頑張って政治人生歩んでらっしゃると思うんですけれども あのまずですね、まあ、政権交代して何をするのかというのは後に回してですねどう政権交代を実現していくのかと、まあ、今自民党の支持率下がっている政治資金の問題があるとかいろいろ状況があの去年とは変わってきていると思うんですけれども政権交代をどう実現していくのかというところですねあのまあそれは臨機応変にやられるということだと思うんですけれどもそのあたりをちょっと伺えればと思っておりまして今年の衆議院選挙があるかもしれないと言われるこの衆議院選挙 どう戦うかっていうのはどうですか、うん、まあとにかくねあのメディアの方中心に、まあ、評論家の方とかねその野党一本化せんと絶対勝てないとだからその一本化しなさいしなさいとこういう、まあ、サジェッションをくれるんやけどねあの維新の会には今中期経営計画というのがあって。 とか次の総選挙で野党第一党の議席をお預かりするということと自公の与党の議席を過半数割れに追い込むとまあ2大目標で今頑張ってるわけやけどね。あのそのの先にあるのはやっぱり単独政権とということなんですねでここがちょっと前原さんとはもしかしたら違う考え方かも分かりませんけど、まあ、そういう話をいろんなところでさせていただいても。 まあ、あの今の維新をご覧になられてそんなこと一緒できるかいというような反応の方がほとんどでまあそういう反応を聞いていて思うのはあのその大阪のやっぱり政治なんやねで大阪でその橋下徹さんが出てきたもうすごいさっきも言ったようなブームになってもう橋下さんのところ全部出ると橋下さんが支持した政治家はみんなそれは当選ささなあかんとそういう一時ムードになって。 でまあ、そこから大阪都構想とかに臨んでいくわけやけどねで結局まあ大阪都構想も実現せずに、まあ、橋本さんは去っていく。ね、でこうもう一回やろうやないかというようなムードも当初はなかなか出てこないという中でやっぱりその市会議員の選挙や不会議員の選挙や首長選挙とかも含めて。 やっぱこれ徹底的に戦うなあかんね,んね。戦って、そのやっぱりこう、今であれば自民党を潰していくと。そんなんできませんやろっていう話じゃなしに、いや、それをやらんと無理なんですと。で、それはあの、疑似政権交代みたいなことを。大阪でやらせていただいたんで、まあ、その、まあ、成功体験をベースに。この国会でも徹底的に戦うと。野球でいうと、こう。 日本シリーズで我々は自民党と戦いますよということをまあ申し上げてるわけ、ね、で今どういう段階かというとその手前のクライマックスシリーズで1位3位ぐらいの政党がこう戦い合ってるとまずこの戦いに勝ち抜かんとそんなあの天下の自民党をこう潰すことはまあなかなかできないと思うんですね。ややっっっぱりその原則に乗ってやっぱこうやっていいきたい まああの細川政権ができた時に最もキーパーソンと言われた初代連合の山岸会長この会長がその8党のこうつなぎ役をされたわけやけども山岸会長の後日談でおっしゃったのはあのまあ政権交代はできたとでもその後はめちゃくちゃやったとあんなことせんかったらよかったと逆にこう社会がこう混乱してしまったと。 いう、まあ、ご発言を聞寄せこせで数をこう合わせてその政権を取るやというのはまあかなりアウトローというかそれではちょっとその後のきちっとした政治できますかということなんで、まあ、日本維新の会としてはまだまだしばらく青臭いかもわからんけれども単独で政権を取るために自力をつけていくと。地方議員も増やすね でも何度も何度もこう選挙戦を戦っていくそういう中でそれぞれのまあ議員も苦労してやっぱり政治家で苦労せんとね接種とかあんな絶対ダメやからねからやっぱり苦労したからこそ政治家になった時ええー、政治ができると思うねっそういうメンバーをどんどん集めてこう自力を強めて政権に手をかけるとそういうのがまあ 今の,今の考えかっこいいシナリオです <laughs>、まあ、今回の,あの衆議院選挙でなるとやっぱり今の状態だと自民党とも立憲民主党ともあの戦っていくみたいなあの状況になってその試行錯誤みたいなものは、まあ、藤田幹事長なりとなんかいろいろごちゃごちゃ,ゃ,ゃやられてたりするんですかねもう一本バーンってもうぶ,ぶ,ぶち込むんだみたいな感じで戦っていくのかなんか。 まああ,の,こんなあの,、YouTube、の前で話する話るじゃないかそういうちょっと青臭いかも分からんけどね、うん、やっぱりとにかくこうおみんなで立ち上がって戦っていくと、うん、まあもうどんどん屍が今までもまあ出たわけやけど、うん、その屍を乗り越えて、まあ、やっていく、うん、その中で生き残った人間がやっぱりこの日本の舵取り役をお任せいただくということなんで。うん まあ、よく言うその野党が結集してとか、野党でこう統一候補とか。言うけども、やっぱこう一足す一足す一が三にならんと思うんだね。今、まあ、あの立憲民主党さんと共産党さんいうのは結構。地域的にはもう、特にね、ベターとなって。立憲共産党っていう名前に変えるんじゃないかという噂もあるぐらいだから、ねあ。うまく、なんか変な、うまくいってる感じはありますよね。うん、それ一足す一が二になってると。うん あの方々思っておられると思うけども 1+1、うん、が1.8になったり1.5になったり気づけば1になってる可能性もあるからそういうなんかこうあんまりこう,こうやってこうやってこうやったらほらうまいこといくでしょうっていうその手品で言うたらもう種全部見えてるわけやから。それれを目の前でやられた時に 政治家政党に対してこう夢や希望を持って持ってくれるかと有権者がワクワクドキドキしてくれるかというとそれはやっぱり厳しいと思う前原代表はどうですか私はやっぱり日本の国がかなり劣化してると思うんですよねそれは国際競争力も落ちてるし課題を先送りする政治が行われてきた。 例えば少子化の問題古くて新しい問題安倍さんは1.8にするとおっしゃってたけど合計特殊勝率をそれどころはどん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 減っていって今1.26ですか多分1.26よりも低いでしょう今。また地方創生といって人口減っていって地方は本当にシニアの方が中心になってしまっているという社会ですよね。 で教育にお金をかけてないので結果的にはまあイノベーションが起きない労働生産性も低い潜在成長率は G7 の中で最下位労働生産性も G7 の中で最下位労働生産性に至っては OECD38 カ国の中で30位という状況ですしまあ日本の劣化が止まらないということですよねでその日本の劣化を招いてきたのはまあ弱い野党も しっかりだけども政権を担ってきた私は自民党にその責任があると思っていて、えー、つまりは目先の選挙は強いんですよ。まあ、先ほど人生最大の失敗民主党政権だったということで、まあ、悪魔の民主党政権とレッテルを貼られて、それがなかなか払拭できないというまあ、我々の失敗もあるわけですけども、しかし実際この日本の凋落が止まらないっていうのは。 僕は自民党に大きな問題があると思っていてい自民党を一辺本当に干上がらせるということをしないと私は日本の政治は変わらないと思ってるんですよね。干上がらせるためにはどうしたらいいかということで今の小選挙区を前提して考えると全く違う考えの政党が数合わせにするとそれはまさに馬場代表が言われたニヤゴですけどもやはりいくつかの共通のテーマというものを掲げてそして 政権を奪取して、やっぱ政権交代を実現するということは。私は大事なことだと思うんですね。うん、で、まあ、二つのことを経験してきたので、申し上げたいんですけども、まず民主党政権。まあ、社民党も三もおられたわけですよ。まあ、辺野古の問題でね、結局社民党を離れたわけですけども。まあ、うちの、まあ、うちの党というか、旧民主党の中にも。結局左派的なことがおられたけども、政権与党の中に入ると。 非常に現実的な対応をされるというようなことになりましたしそしてまたもう一つは2017年の「希望の党」私が民進党の代表になってそして一本化をするということでしたけれども、まあ、あれはですねうまくいかなかった最大の理由は希望の党と民進党に候補者がいすぎてオーバーフローしてそして一本化に手間取って。 そして疑心暗鬼が生まれたということでありますけれども何が今一番大事なのかということを考えたときには接種議員が多いという話をババ代表されましたけれども接種議員が多いということは自分のお父さんやおじいちゃんの否定できないんですよ、うん、おじいちゃんあのいやお父さんがやってきたことを否定できなくて時代の変革てで,できますかそれこそチェンジはできないんですよねだそういう意味においては私はやっぱり自民党に代わるものを作って そしてそこからまた新たな政治を紡いでいくっていうことは大事なことだというふうに思っているのでそのいう意味ではね私はあの全く考え方が違うっていうんだったら話にならないけれどもある一定のすみ分けとかは私はあっていいかなと思うし、まあ、何よりもまあ私はその選挙の後にね例えば自公が過半数割れ 起こした時にも自民党と組んだら自民党と組んだところは全部潰れていってるんで、はい、まあ私は先駆けという政党にいましたけども自社左政権社民先駆け初めは数が足りないんで厚遇してもらったけども自民党の支ーズが回復してきたら、まあ、使い捨てですわね、まあ、こういうことが平気でできる政党だし、まあ、公明党とまく言ってるのは公明党の支持母体 のまあ宗教団体の票が彼ら目当てなわけであってそういう政党でない限り捨てられて終わりそして日本は変わらないとまあいうことを見てきたので馬場代表の言われ方も私はあのこれには答えはないのでねあのどちらがええかっていうことをまあ殴り合いで決める話ではないのでですから私はまあとにかく何を重き置くかというとやっぱ自民党の古い体質 マンシャンシレジームというかその選挙だけよかったらあの通ったらいいそして地元利益業界団体の利益誘導さえすればいいそして日本が地盤沈下していることについてはよく言われるゆで、えー、ガエルお風呂入っててカエルがええー、お湯やなとだん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 それで火が強くなってきて最後、ね、出られなくなってそして煮詰まってしまうというね。 なんかそういう日本というのがもう生まれつつあると思うので、まあ、どうやったら変えられるかっていうことを変えてそして先ほど馬場代表が言われたように山岸さんがあれだってやらないがよかったと言われないようなマネージメントをやっぱりしっかりやるということかなと私は選挙がいつね。るか分かりませんしいろいろ状況も変わるしいろいろ状況も変わるしどういう選択になるか分からないですけれども、まあ、私が感じてるとですね 本当にこの仕事面白いなと思ってるんですよね、まあまあ、あのしっかりと責任を果たしていきたいと思ってるんですけどもあのいろいろ連携して話されてると思いますけどその会話とかあの行動があの来年の日本の姿を変えてるかもしれないというすごいあのタイミングにあると思うのでご一緒させていただけると本当に光栄だと思ってますのでぜひいろいろまた。あとにかくね,ねあ,のあの大きな像である自民党を倒すためには、ね、一致団結してなかったら無理やんね。うん あれがバラバラにこうゾーンに向かっていっても踏み潰されて終わるんで踏み潰されないぐらいの一致団結力これがあって初めて虚像を倒せるわけやしその結果まあ政権を預かりすることになってもやっぱりこのテーマかなり、まあ、あの次の選挙に向けてホットなテーマになると思いますぜひ皆様。 あの我々の動きというか馬場代表、前原代表も含めてどうなっていくのかご注目をいただきたいと思うし私は、しかばにならないように頑張って地元活動したいと思いますので <laughs> ぜひよろししくお願いいたしますで次はですね、まあ、あの政権交代を目指しているということで、まあ、政権を取ったら何をするというのを、まあ、皆さん、あの政治家になるにあたってこれをしたい、これを変えたいというのがあると思うのでもう話し出したらきりがないと思うんですけれどもこれはしたいんだと。このために 政権を取るんだっていうことがあったらですね是非教えていただきたいというふうに思うんですけれどもアレックス議員も所属をしてだいている教育無償化を実現する会全、えー、世代型の教育無償化を実現するというのが、えー、政権を取ったら絶対にやらなければいけないこと我々の使命だと思ってます、うん、で無償にすることで、ね、なんか社会が変わるのっていうことをよく言われるんですけども絶対に変わると。うん また変えてみせると、まあ、こう思ってるわけですね。まあ、もちろん、無償化をするためにお金がいるんで、うん、教育予算は少なくとも倍は増やさなきゃいけませんけれども。まあ、一つはですね、若い人たちが夢を諦めなくてもいいという社会に変えていきたいんですよ。つまりは、人間が人が社会を、国を構成しているわけで、地域を構成しているわけで。その方々がやっぱり一人一人生を受けて。 いろんな境遇の中にあっても自分自身の思いというものを持って、特に若い時は夢や希望を持ってやってるわけですよね。それが親の所得で断念しなきゃいけないということのないような社会を作るということがまあ一番大事であって、それが本当の私平等な社会だと思うんですね。子供にチャンスが与えられる。結果はね、その努力した子、しなかった子によって結果が違っていくのは当たり前。 結果平等なななんんてののはそんなにあり得ないのでだけどもスタートラインにはみんなつけるっていう社会にすると同時にやっぱ少子化の問題それから国力の低下っていうのはやはりそのイノベーションも起きないしそして、えーまあ、人の能力を開発されなかったら結局は国全体も成長しないし活力を持たないしまたねやっぱり一人一人の能力が上が 上げていけば賃金は上がっていくし三十年間賃金上がらないんですよこの日本だけが先進国でおかしの国でしょだからそういう意味においては全ての日本の根本の問題が人への投資をしてこなかったことにあるということを我々はまあ認識をして政権を取ったらとにかくこれはやるということですよねだけどもまああの 大学改革も必要だと思うんです例えば入りやすくて卒業がしにくい大学にしていかなきゃいけないしあるいは大学でもやはりこれだけ人数が減ってきているのに大学の定員を増えているっていうのはおかしいでしょ。定員割れしたところについてはやはりそこはまあしっかりとねやはりシュリンクしてもらうあるいは退場してもらうというようなルール作りも必要だしそれによって質が保たられるということもあるし。 まあ、あの財務省の主計官とね文科省の主計官の話をしたらえ先生なんでその人数が減ってんのにあの学部が定員増やすか分からはりますかって聞いて納得したのは脅威、うん、の数を減らせられないらし、はい脅威が強くて組合を含めてそれで結局、まあ、自分がみんなで首を絞めていくっていうことになるので、まあ、そういうことも含めてねやはり。 えー、その大学改革も必要だし先生の質を上げることも大事だしで先生の境遇を待遇を良くしていくことも大事だし、まあ、いろんなことを、まあ、この教育周りで思い切って変えていくということが私は政権を取ららていただいたら一番やりたいことですね衆議院選挙で勝ちましたって単独で持てるようなその民主党の時みたいだったらもう政権取るって分かるからそ,それってどうなるんですか買った瞬間にやばい,ばい やらなきゃみたいになのが、その大大臣誰になるか総理大まあ総理大臣はそのあん時は鳩山さんになると決まってたけれども、うん、もうその日のうちになんかいろいろ連絡が来てとかなんとみたいな。ああ、選挙あった時ってどうなるんですかなんか。<laughs> これね、あの今でもよく覚えてるんですよ。2009年8月30日に選挙があって、それで政権交代が起きるわけですよね。でも民主党の両院議員総会が 招集されたのが9月の16日やったんです。おお、ですね。で、俺の私街伝ですずっとやってて<ー>ものすごく反応いいんですよ。うん、で、でもまだ招集かからないからずっと俺の街伝ですってたら、<laughs> お前いつまで京都にいるんやみたいな感じの雰囲気になってきた。京都になったのにみたいな。ねあのもうもう呼ばれてないのか、うん、あのなんか。 あなたそういうようなポジションにつかないのかみたいなそういう冷たい視線に変わっていくあのねあ,のあれ本当に貴重な経験でした、ね、立っててねなんかうわーっていうのからまでやっとるみたいな <laughs> そういう視線に言ってることやってくれって感じですねだってまだ消臭はかからないからかから9月16日にまあ消臭はかかるっていうことになって、うん、もうその段階でまああの 鳩山総理は官房長官は平野さんにするであの、えー、官房副長官は松井さんと松野さんにするっていうことが決められててそれで16日の両議総会の時に鳩山さんが私の所に寄ってきてでしかるべきポジション あのついていただきますからっていうことをおっしゃっていただいてでその後に松井副長官予定副長官松井浩さんね今の京都市長からあの「私は4つの中から選んでください」と言われたそうなんですか大臣を<ー>、まあ。国土交通大臣防衛大臣それから環境大臣そして行政改革担当大臣。でこの4つから っていう,ふうに言われてで松井さんは私にアドバイスしてくれたのは前原さん防衛大臣にしたいと思いますけどもまあ普天間の問題で鳩山さんがああいう発言したんでまあ途端の苦しみを味わうポジションになると思うので私はお勧めできませんけどっていうことを言われてで私は迷わずに選んだのは国交大臣だったんです。けど私は次のの内閣っていうのは 結構国交大臣長くやらせてもらってて「まあ、コンクリートから人へ」というキャッチフレーズを作ったのは私ですし、まあ、これもあのコンクリート業者とか、ええらい怒られたんですよ <laughs> コンクリート悪者なんかみたいなことでえらい怒られてすいませんって謝ってたんですけど、まあ、要は予算を変えていくそして予算のまあ言ってみれば重きを変えていくということだったんでぜひ、まあ、国交大臣やってみたいと思って。 で国交大臣がいいということで、まあ、松木副長官に、えー、お話して、て私は決めていただいたということですね、はい、自民党では出てるんですねこ、基礎からやりかえる改革というのは自民党では絶対出てへんのでね。はい